オマル・ニコラス・ゴベア・ガルシアは、メキシコ・サン・ルイス・ポトシ州産、ルイス・ポトシ出身のサッカー選手。ベルディ・ファースト・ディビジョン・ ASV、ズルテ・ワレヘム所属。ポジションは MF。2010年に、サン・ルイス・ FC のユース・アカデミーに入所。2012年に、クラブ・アメリカのユースチームに加入。以降、ユースリーグでプレーし、トップチームデビューのないまま2015年7月に、 FC ポルトの B チームへのローン移籍が決定。2015から16シーズンは B チームで36試合に出場。2016年5月4日のポルトへの完全移籍が決定し、2020年までの契約を締結。2016から17シーズンも B チームでプレーし、2017年7月にロイヤルエクセルムスクローンへのローン移籍が決定。 2017から18シーズンは28試合4ゴールを記録し、翌シーズンはロイヤルアントワープ FC でプレー。2019年7月9日、SV ズルテワルヘムへの完全移籍が発表され、3年契約を締結。同年11月には現地メディアが選ぶ月間 MVP 投票の5位に選出された。2017年11月にメキシコ代表初招集。 13日のポーランド戦で代表デビュー。2018年3月にも招集され、2018FIFA ワールドカップ代表メンバー選出の可能性が高まるも最終選考で落選した。ありがとうございます。